探索 TV をご覧の皆さん、こんばんは。本日はこちら、株式会社鳳凰ショールームより、マージャー連合関西による M リーグドラフト会議完全生中継をお送りいたします。誰か突っ込んで。完全生中継。はい、この後ね、完全生中継の間に、月例会無双をお送りいたします。実況を務めます、マージャー連合渡辺亜美です。よろしくお願いいたします。はい、そして本日の解説の方はこちらです。はい、マージャー連合清水です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、はい、決勝ですね。待ってました。そうですね、待ってましたというコメントありがとうございます。さあ、いよいよ今回の無双は決勝戦となりまして、ね、準決勝勝ち上がった4名の選手による対局をお送りいたします。はい、もう選手紹介早速行ってもいいですか。はい、それではお一人目です。松井和義プロです。お願いいたします。入ってもらえば入ってもらいましょうか。はい、はい、よろしくお願いします。はい、お願いします。はい、お願いいたします。はい、だいぶ空きました。そうですね。何が対局東京、この前、この前、あ、そうか東京も行ってきたし、先月、先月というか、配信やで。配信は、そうやね。6月の半ばにやったやつ、そうですね。6月の半ばですね。それ以来か。意気込みを。意気込み、まあみんな相手が強いんでね。鼻の穴、絶対持って鼻の穴広がってたね。じゃあこれ9勝として絶対勝たないといけないですよ。全員出しても9勝た、ならないんでね。あの3人この前言うてたやん。自分ネタにしてやってたけど負けてたし。負けた。なんでか負けたな。ヒットポイントでしたっけ。何やったっけ。ヒットポイントでね、戦闘力、戦闘力、戦闘力ね。まあ9の戦闘力なんで、戦闘力9、まあまあ強いんでね。まあまあ強いよね。まあまあ強い。まあまああそこ全部足しても4、4、1人が4であと0-0でしょ。0-0、そんなあんの0-0とか。ないっすね。まあありえない。戦闘力0やからな。まあ勝つんじゃないですか。普通にやれば。はい。ね。はい。何ですか。そうですね。この赤いのなんでしょうか。何？なるほど。これもしかして広告いただいてる。広告か。ありがとうございます。ありがとうございます。広告。10歳ね。難しいですね。あと10歳。まあ僕との年ぐらい。そうですね。そんなもんですね。うん、確かに。じゃあ今日は松井さん。そうですね。バシッと買って。うん、買ったら締めされるか。なんてなんて、もう一回、もっと大きい声で言って。言わんとこ。頑張ろう。はい、じゃあ頑張ってください。頑張ります。はい。続きまして、知能プロですかね。知能はい、知能明信プロです。お願いします。お願いします。だそうです。はい、何が4、何やった。頑張りましょう、うん、2人足したら13勝なんで、まあどっちか勝つでしょう。足してじゃん、なんでそこ足すんや。ちょっと今日の意気込みを。今日ですか。今日はぜひ、僕来年ビッグワン取りたいんで、今日ね、ぜひ松井さんに勝って、ちょっと自信をつけたいなと。まあ松井さんだけじゃないですけどね、対局者はね、まあそう思ってます。はい。はい。なんで清水さん全然喋らへんの？多分ね、これドラフトをちょっと意識してる。意識しちゃってる。完全にいいこぶってますね、完全に。これいいこぶってるね。大丈夫。大丈夫。とりあえず今年は。超偉そうにして。負けたくせに。今日は余計なこと言わんとこうみたいな。今日ね、解説サボるかもしれないだから。ほっとくと。でもね。なんかいいこぶって。多分なんですけど、私の予想清水さん選ばれないと思うんですけど。嘘。いや、来年分からんよ。来年以降は分からんけど。とりあえず今年は。今年無理。選ばれへんかもしれん。え、俺は？ゼロです。いや、いいよ、言って。いや、微妙に間開けるなよ。いや、でも、どっちか言うたら、どっちか言うたら、知能さん。どっちか言うたら、ね、おい。どっちか言うたら、嘘つけ。いや、僕もそう思う。はい、直近でね、うん、直近で買った。わかるわかる、うん、はい。はい、というわけで。はい、頑張ります。ひとまず今日はね。はい。MD で頑張れるか分からへんけど、はい、はい、目先の勝負は全てこっちを頑張ってください。はい、勝ちたいんで、はい、よろしくお願いします。ちょっと、はい、なんでさきさき行こうとすんねんな。お前が喋れ。喋ろうとしてたやん今。はい、続きまして田村、あ、じゃあ嘘ついた、マークの先ですね、山本ツアーからですね、お願いします。はい、おはようございます。
はい、麻雀連合ツアー選手の山本です。よろしくお願いします。お願いします。はい、何喋ったいですか。ちょっととりあえずあの認定プロ2人言わしたろわいぐらい言っといたらええやん。じゃああの認定プロ2人言わしときますそのまま全くだけど全然おもんないんやそれでもここで買ったらちょっと目立てるからそうですね、うん、でも何かで買ってへんかった、あの無双、無双一回買ったよね、繰り上がりで決勝出て、そうそう繰り上がりで、揚げ兵の代わりに、はい、揚げ兵さんがなんか風でどうも、ね、あったあったあれで3連勝で、うん、強かったよ、うんうん、はい、あの時は余裕でしたね。余裕やったね。はい、もう今日も余裕で。そう、もう今日も余裕でやったって、もうほんま、2人足して13勝とかわけわからんね、ちっちゃいこと言ったよ、ほんま。ゼロには負けんねん。戦闘力ゼロ。そう、ゼロっす。ゼロは次もゼロっす。そうやな。いや、でもね、そう、ゼロ、ゼロ。M リーグと二窓で見てくれてはるから、そこでマー君勝てば、ちょっと目立つんちゃう。白鵬堂。白鵬堂。白鵬堂。やめろやめろ、お願いします、お願いします、はい、では頑張ってください、はい、頑張っていきたいと思います、はい、よろしくお願いします。はい、そして最後の一方です。田村コーツアーです、お願いします。はい、よろしくお願いします。お願いします。お願いします。はい、本命ちゃうか。何が、今日の何が本命誰が言うてんのいやでもね、はい、全然本命ですよ、はい、そうそうそう、いやまあでも認定プロは前回言わしてもうたんで今日は認定プロなら誰か負けたな、誰か、まあそうですね、 S プロか、まあでも千代さんはね倒し損なえたから今日かな、そうですね、はい、うん、まあこの前は予選やったからね、はい、今日はまあそうですね、で、うん、決勝はなんか最近ずっと出てるけど前回ね、まあ負けたったし、うんうんうん、まあ頑張りますなんですけど、うん、結局、はい、俺決勝行ったことない気がするんだけど大丈夫。そうですね、5人でやったのにもかかわらず4人残らなかったということが1回あるなしかもあの俺が得意なルールでやったるっつって、はい、あのミューリーグルールやってすこすこいかったからね、 それで最後の4人残れなかったというのはなんか覚えてるなと思ってあったなそんなことな。でもシンさんわざとやろこの番組のために、そのキャラ作りのために、そう、あらま素晴らしい、いい心がけですね、うん、そう、だから俺こそは仕切り侍違うのタムタム頑張って、はい、ありがとうございます、応援来てるやん。いやもうぜひ、はい、頑張りますよ。山本さんとか千野さんとは違いますね、チノッピーは来てます。ちょっと来てるの、はい、残念残念。いやもう、はい、清水さんの応援もよろしくお願いします。何の喋り喋りな、あ、もしくは来期の、なるほど、来期の、はい、来期の決勝残れるように、はい、はい、じゃあ、はい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 、ありがとうございます。じゃあ、対局者4人はもう向こう行ってもらいましょうか。はい、対局室の方へご移動いただきまして、ここでもう一方、解説の方をご紹介します。中出ツアーです。どうぞ。はい、よろしくお願いします。お願いします。あれ、自己紹介は？自己紹介、はい、麻雀連合の、津田選手です。最近ちょっと白眼鏡に変えたんですけど、すこぶる似合わないと評判。そうですねほんまや、やばい、やばいまであるな、これ。やばいぐらいなんかダメ出し食らうんすけど、ダメ出し食らってもそれをかけ続けるんやな。うん、何目指してんの。そこそこしたんすよ。そこそこしたとかはまあいいんやけど、値段かな、値段かな、そう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 、なるほどなるほど。はい、それではあ、なんか止まってへん、これ大丈夫、あ、このあっちがね、多分配信中の画面なんで大丈夫です。じゃあ、はい、ちょっと簡単なルール説明しましょう。はい、そうですね、ミューのルールですね、3万点持ち3万点返し、ここは、重要です。一発裏ドラ、カンドラがありません。順位点はですね、トップの方にプラス12ポイント、2着の方に4ポイント、3着の方マイナス4ポイント、4着の方マイナス12ポイントとなりまして、本日は全3回戦による優勝者を決める、優勝者を決める戦いとなっております。はい、はい、3回戦ですね中根さん、予想は、予想、はい、優勝は誰ですか。山本さん。山本さん、ほう、何や、うん、ないな言ってるけど私はじゃあタムタム、ああ、ツアー選手を応援したいんですよ。やっぱ応援の意味だな。まあもう認定プロ買ってもね、もうそ当たり前じゃないですか。買って当たり前。うん、ここでちょっと自信をつけてもらうためにもですね。そう、はい。ということにしとこう。というわけで、マージャン連合関西の月例会無双東杯の開始です。どう、なんかかっこいい映画出してる。これ言いたかっただけ。今あのデコがカットインしたんで、ちーちゃんは田村ですかね。そうですね、座順確認したいと思います。ちーちゃんに田村、のんちょに松井です、あ、ですかね、ぽいかな。
シャーチャに山本、ね、ペーチャがチノとなっております。すごい悪いな、うん。ちょっと思春期ですね。パソコンが思春期です。サドラはローピンです。よく止まっちゃう。うん、さあ。中でが出てきた途端に音が切れたと。失礼しました。ちょっと不吉じゃないですか。やめてください、本当に。さあ、ドラのローピン、松井に1枚。清水さん的には、どなたが。まあ、順当に考えてやっぱ松井さんになるんですけどね。でも正直ね、田村が全然いい勝負するんで、ね、うんうん、安定してますよね。ほら、ハイパイもずるじゃないですか、これ。ちゃんと3色見えてますね。ドラローピンなんですけど、はい、あーまあ、いった。あ、そう。イーペイコも見たんですかね。イーペイコ、まあ、イーペイコというよりも別にちゃんたにこだわらずピンフ3色で、あ、なるほど。はい、パーワンかサーワンかくっつきの優秀な方を残したって感じですね。他はどう？チノがサーファイのトーンが統一、うん、高瀬のナンが統一です、ね。ここいいね。多いですね。お、いいですね、頭が、うん、はい、振り替わりというか。タンヤオへ移行スムーズにできましたね。あら、これ4面ができました。いや、はい、いいシャンテンです。シャンテンではありません。いいシャンテンに、はい、小林さんが怒ります。小葉号が3色も見える。いいシャンテン、はい、これお受け換算腕の受け残りますね、うん、目いっぱいに構えましたが中でじゃないわ。で中では横にはじゃ山本、山本ですか。山本がペーチャ、はい、じゃあシャーチャか。そうですね、シャーツですね、田村が。ここさあ、ここが欲しい。ドラがローピンなんですよね。そうですね。単品ドラ1のイーシャンテン、まあ、ローソー入ればですけど、うん、さあ、パーピンの重なって、これはね、パーピンつもぎるかもしれないですね。シャーの方を選んだ、うん、あ、そう、頭を買いましたね。へえ。序盤の事故防ぐみたいな意味ですかね。いや、だってテンパってそうな人いないですよね、なんかパッと見の捨て牌。一応なんちゃ松井が G1 売ってるっていうところから若干早そうかなっていうようには見えますけど、はい、テンパイには見えないんでね。あ、これで2列ですね。はい、リアンは引いて高め3色、はい、イーソーが出れば3色。イースソー待ち、イースソーですね。1、イーソーは山に1枚、高めのイーソーは親やりですからね。ちょっと行きにくいのは行きにくいんですが、はい、山本は押しますね。うん、1枚ずつですかね。数層は積もりました。あっさりと積もりました。リーチツもピンフ1300オール、はい、一発裏ドラないので、はい、面ピンツもだけですよね、はい、そうですね、一発でしたね。いい層がそうなんだ、高めが3枚見えてたんですもんね、はい、ただまあリーチはリーチで、リーチはリーチで全然いいと思いますよ、はい、うっかりいい層こぼれてきたらね、うん、美味しいですからね。山本なんかは、リャンワンをしてるのも見ても分かると思いますけど、イーソー掴んだらまず打つんで、はい、ん、2人で積もってるようなもんですよ。さあ、レンちゃんです。引き続き、清水さんは足切りです。敗退です。ありがとうございます、はい。はい。安定のコメント。ね、ベーソンさんありがとうございます。うん、ゴージャスなように。そうですか。タドラはシャーですね。どこら辺がどこで地味にしか見えない。お、ハイパーいいよ、ハイパーいいよ、これ松井さん親でこのハイパーやね。ずるいんや。マンゾー両面固定、早くもドラがシャー。他に払うところがなかったですか。そうですね、なさそうですね。あ、明確な頭はないですが、こういう時の自敗のドラの処理って難しいんですよね。うん、まあ、とりあえずはね、重ね機体で持ちますけど、うん、ウーピンを残したのは、まあ、はい、ウーピン周りのくっつきですね。E1、3、1の不十分な形、まあ、間漏層の形も不十分なんですけど、ウーピン残してローワン打ったでしょ、あの、第1打。松井さん。ほう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 。あ、ウーピンの前にローマンでしたね、ほんまや、うん、ウーピン周りくっついた時に、はい、管理腕か管漏層どちらかを払う、うんうんうん、っていう感じですよね。これで一応頭候補できましたが、ドラは使い切りたいのかな。松井さん結構外していくイメージなんですけどね、シャンテンあたりで。あ、そう、はい、お、3色見て、うん、ないあっさりない、あっさり見切りました、はい、見切りましたね。お、で、イッシャン、ね、これイッシャンテンですね、はい、シャーとチーソー、うん、くっつき頭リャンウソか、
いやペンチ数払ってきましたよ、はい、みんな結構点数進んでますね。そうですね、うん、4枚目の白まあ持つ意味がないですね、もうこの形になると。松本もいいじゃんってんですかね。なんかあのドラシャーのシャーの文字がめっちゃ、はい、おもろないですか。くねくねこんなんやったっけ、くねくね前。あ、ちょっと変わった気がするけど、フォントが違うんかな。なんか可愛らしいシャーが。松井が天敗取らず、地層打ちましたが何を、え、あ、地層つもぎったってこと。そうですね、うんうん、そうですね、リャムソ地層ではリノミですからね。まだシャー今のところ切らない感じですか。まあもうちょっと形が良くなるとか、せめてピンフがつくとかね、パーソビキとかだったら多分シャー打てリーチいくんでしょうけど、頭が天敗ですね。いいピンを引いてサブローマのリーチです。リーチのみリーチピンフイーペーコーですね。全然違ったね。失礼しました、情報が足りなかった。そうですね、失礼しました。はい、何を見てるんだっていうね。サブロミチに、うん、2枚ですかね。2枚、うん、お、いいとこ引きました。ローソー引いてこれでリャンパソーでダマ、ダマ、おー、なるほど、ダマを選択。どれでも上がれるんかな。お、これで山本が両ピンを重ねて追っかけましたね。山本のマッチはリャンウーマンですかね。高めウーマンイペコ、うん、サブローマン対リャンウーマン、はい、対リャンパソー、リャンパソー。松井はある程度押すでしょうね。ドラも出たし、そうそうそう、もうドラが見えてるんで、はい、打ち込んでもそうそう高くないでしょうと。さあ3人転敗が入っておりますが、松井が積もりましたね。つもピンフ、つもピンフ、はい、400、700なんですけれども、めちゃくちゃ美味しいですよ、このリーチ棒が。そうですね、2人分のリーチ棒が、まあ、ここ別に僕はリーチいってもいいかなと思うんですけど、松井ですか、はい、あ、清水さんもそうなの。僕は追っかけますか、あれ。うん、いや、やってもいいっていうだけで、やるやらない別ね、うんうん、多分やらないんですけど。ですよね。やらんのかい。多分リーチはしないんですが、はい、まあ、シャアを切った時にリーチするかみたいな感じですね。まあシャアが転売長いですからね、うん、どうするかよね。してそう、うん、いや別にしてもいいと思いますよ。なるほど。さあ、田村の親番が流れました。松井の親番です。ドラはチーマン、チューンが統一、うん、以上、うん、ドラ1ですかね。ドラがある、はい、ドラ G1、はい、早速泣いていってるで。そう、チノが、お、シャーを蹴ろうかな。松井はシャーチャですね。そうですね、チノはシャーチャですね、はい、あと白も統一で確かあったと思うんで、ここですね、うんうんうん、一応本一も見ながら満ちてと、うん、もう第一は数ピンですからね、いいピンではなく、はい、先に数ピン。ちょっとさ、松井が応戦、やはり泣かないと追いつかないと判断したということでしょうか。松井はチューンポンするイメージですけどね。そうですね、どんな状況でも、はい、でドライチが一応使い切れる形ではあるんですよね、はい、で、まあ、トーン発重なれば7700、11600までも見える形なんで、はい、一応仕掛けていったんじゃないかとは思うんですけどもね。そう、妹が仕掛けましたね。4増地して役なし、あ、役はあるけど、バス染めでバス染め、オーピン、ローピンが残ってる。積極的、うん、そうですね。これでも泣いちゃうとみんなにスピード合わせた感じですか。うん、あ、青が出た、うん、これは仕掛けるか。いや、これね、結構リスキーな仕掛けなんですよね。リャンゾがですよね。初ガッチャなんですね。リャンゾですね、はい。ドラがない、相手より絶対に早く上がれる自信があるんだったらいいんですけど、で、ね、知野と松井が仕掛けてる中、自分がドラなしで突っ込んでいかないといけない。しかも、二人役牌仕掛けてるところで役牌頼みのバックですよ。うん、ドラなしの。出づらいですからね、本来。うーん。2シャンテン。ただ山本が一番、まあ、今はそうですね、早いですけど、こっから入るかどうかなんだな、はい、タイラはどう対応するんだろう。さあ、松井もいいシャンテンですね。パーピン落ちして、はい、これも怖いよ。テンパイしてても全然おかしくないけど、
全シャンテン。ただ松井を仕掛けですからね、ちょっとスピードがね分かりにくいんですよね、松井は。割とブラフを使うっていう、ね。そうそうそう。いや、そういうのもあってやりにくい相手、めんどくさい相手なんですよね、うんうんうん、いい意味で。いい意味で、ね。いい意味で。はい。いい意味でって言っといたら全部いいように聞こえる。いいとこ入った。E1 打っちゃう？パンパンにする？はい。となっても、白が。お、いいシャンテン。いいシャンテンだがやな。何切りますか？3人の仕掛けを見て、すまん。これ、うちのがポンして。いや、もうね、打つ範囲が全然ないんですよね、これ。そうですか。きついんですよ、ほら。さあ、こちらも天敗観浪マン。周りがやりたい放題。で、これで。天敗やん、嘘。ウーピンか。これは、山本強そうですね。いや、っていうか、結構頑張りましたね。血出し3ピンに対してのウーピン。うん、うん、うん。まさかこんな観浪マンとは思わないですけど。まあ、パンピンチーンまでっていうところですか？ウーパーピンはない。いや、ウーピンは、あるな。あ、全然ある、あるでしょ。だからそのために3ピン引っ張ってやるんですから。これローワン打ったら、松井が、ね、2900の上がりとなりますが、かわしに行くならローマンを切りたい感じですか。いや、かわしに行くとかじゃないでしょ、もうこの局面。もう煮詰まり散らかしますよ、これ。行かなかったですね。ピンを抜きましたね。いや、硬いとかではない気もしますけども。仮テンパイ取ってしまいそうな、普通だと。いやー、どうでしょうね。わからんがゆえにまっすぐ行ってしまいそうな。まあ、ただ、ローワンで打ったときに、大体ドラが絡みますよね。あ、ドラそばですもんね。田村も対応。そして、この田村も白をきっちり止めるという。ションパイですね。実際、白持ってんのはあちのですが、こうなると怖い。なんを悩みましたね。ね、一瞬悩みましたね。二、はい、枚切れでしたけど、まあちょっと番入れてる枚数確認したんでしょう。ですかね、トンは松井が切ってる。切ってます。さあ松井と山本二人に天敗が入っております。山本はリアウソ。Cピンではなく当然スーピンですね、現物なんでね。うちのがいいシャンテン再び、あ、これ補充になりますね。さあこの嘘は妹の論敗です。初のみ先点、はい、なんとか上がりきりましたけど、ね、ちょっと怖いですよね。まあでもどれ、まあ、やっぱ知能ですよね。しっかりと対応して打ってたのが、はい。これだけはいかないみたいな感じですね。うん、そうですね。はい、何でもテンパったらいいってもんじゃないですからね。さあ、山本には矢番が回りました。トン3曲。お、ダブトン統一で。ドラはウーピン。他は、春も統一。これ、いいんじゃないですか。関三は欲しいところ。はい。ローワンやった。惜しかったな。うん、いいですね、でもね。全然いいと思いますよ、はい、両面もあって。パッソーがあんこ、チノがパッソーあんこ、ペイがトイツ。トンが1枚浮いてるんですよね。そうですね。ここもトン浮いてますけど、ね、田村はね、結構トン早いうちに打ち出すイメージなんですよ。ただこれ、山本がどこから仕掛け出すかですよね。うんうん、トンを中根さん、どっから仕掛けます？いや、もう仕掛けると思います。あ、このトンね、トンが出なかったらどっから仕掛けんの？そうですね、トンが出なかったら、いや、ウソとか、うん、統一ができるまでは泣かないんじゃないですかね、僕だと。統一ができるまでとは、うん、数杯ですね、246とか、うん、マンズの246どれかが重なったら仕掛けていけるかなっていう感じですね。とこ引きましたね。ただこれだとダブトンのみ、ね、そうですね、早い。うん。フットワーク軽い今日は。ヤンパクを先に。あら。うん。リャンワン残したんですね。そうですね。ローワン先打ってあって、ここでリャンワンが出てきたら、まず下の関連杯が手の中にあるのかなとは思いますけどね。もういいハンアップ、中央ポンしました。関連杯もボロにありますよね、2、3、4で。なるほど。
ロマン先でリャンマンガートやったらってことですね。そう、うん、お、移動受けだ。ただこれテンパってないんですよね。そうですね、移動受けのイシャンテン発想がここにあんこで、あ、リッチがありましたね。つもり3個に受けなかったですね。そうですね、ペーが見えてない、パーピンも見えてないなんですが、なんか意外、リーチ乗らないですもんね。そうですね、乗らなかったらこれね、リーチして積もっての2戦4戦狙いに行ってもいい形かなと思ったんですけど、リズム3個、まあ、この曲は知能からすると、はい、まあ打点よりも上がり優先させたかったってことでしょうかね。ダブトンの仕掛けも入ってるしという感じですか。そうですね、ダブトンチューンの仕掛けさすがに大きいですから、これはね。これでもなんかひよってダマにするとかないんですね、この山本の仕掛けに。役なしっていうのもあるし、6球ピンが拾え、多分拾えると思ってるんじゃないですかね。なるほど。さあ山本にテンパイですね。嘘を引いて実装に構えました。なるほど、うん、これもでもいい感じでしたね。僕だとあのリャンワンの統一を残した状態でリャンパーソンになっちゃうんで、三番数は切るってこと。そうですそうです。へえ。中地さんっぽいっちゃ中地さんっぽいな。いや、自分の山本自身の捨て牌がね、はい、もう想像本一っぽいじゃないですか。それも見てのリーチだと思うんですよね、知能は。ピンズが拾えると。そう、はい、ピンズは6球ピンあなた打つでしょって。何一台けど相図に見えますか。なんてお高ぜですしね。あ、持つりが。そうですね、持つりが地層打って。ダブトンチューンですかね。ダブトンチューン1800、うん、これは大きい。チューン2系っていう感じだったんですかね。どうなる。いやちょっとごめんなさい、2系には取ってない、ま、松井の手配があんまり見てなかったんですけど途中までね、いい形ではあったんですが。さあ引き続き山本の親番です。トン3曲、山本が場を支配してますよ、はい、ドラは気合を感じます。一面積見えますかね。四五郎ありますが、はい、まあ、まあそうですね、まとまりは。お、ハトスが暗号ちょっとリハしてもらってちょっとよくわからないわ本一ですね。染めに行きますか。ローマが統一ではありますが、あ、そんな別に落としたらいいんじゃないですか。トラは3数万、うん、あ、いいとこ来た。ずるい山本、これ今日勝つかもしれないね。まだトーン3曲1回戦ですけど大丈夫ですか。勝者のツモスとハイパイしてますよ。なるほど、うん、いい3ピンを引き入れた山本。パーマンからスタートから軽かったもんな。想像した2差しとか向いてんのかな。とりあえずいいそう。イソはもうね、本一するにしても別になくてもいい牌なんで、はい、ここから想像伸びれば、まあ、本一への渡りを打つんじゃないかなと思いますけどね。基本はいらない。はい、はい、自敗が重なればローアローアンでしたね。トンカーシャーがペンチーソーがペンチーソーじゃない、チーピー、チーピー残した、残しましたね。まあ2、4、5、6、8、2か8どっち打ってもいいかな、うんうんうん、みんな打つペース早いな。早いですね。もうちょっともうちょっとゆっくり打とう。前回から早いんですよね。前回早かったですか。前回早かったっす。そうなんや、追いつけなかったっす。ここがイーシャンテンなんですよ ね。三層とか引いた時に下へ高めにってことですか、ね、2差し5両方あるんでね、うんうん、EP を切っていきました。田村ね、一品2枚切れてるからかな。あ、ほんまや。わあ、難しい。いらないですか。スーマンはドラー。そうなんですよね。ですよね。カンウーマンにしましたね。貪欲に来ましたね。パーマン。パーマン1枚切れなんですよね。さあ、シノが仕掛けましたね。数層ポンして3層。トイトイですかね。トイトイですね。うん、チーピンアンコ。さあ、田村の欲しいチーピンをアンコにした松井。つむぎる。ションパイの初を引いた田村。ちょっと切りにくいですかね。初ここにアンコ。はい。
知能の仕掛けがね、数層パンして3層でしょ、はい、十分系からの仕掛けなんですよね。だからかなり速くは見えるでしょうし、まあ速いか高いかですよね。なるほど。これで1000点って言われることは多分あんまりないと思いますよ、知能っていうのもあるって。なるほど。初は多分歌ない、なさそうですね、うん、はい、結構受け気味ですね。もうやっぱり知能のスピードは見てますね、はい、ちゃんと。あと山本のプッシュも、松井がどこまで行くかですよね、これ。そうですね。サロワンは行った。ああ行った。ポンですね。チナがポンして、旧総リャンゾーの連敗。リャンゾーは山に1枚。いやーこれリャンゾー結構盲点になりそうですけどね。まあ、急走もそうなんですけど。で、そうですね。そこで想像の下払ってるって見えますかね、知能が。急走ポンして3走ですもんね。どっちかというとドラ抱えた単ヤオに見えますからね。なるほど。第1はリャンワンでしょ、はい、ドラドラで。のようにも見えてもおかしくないと思うんですけどね。さリャンゾー山に1枚、急走。急走も1枚あるでしょ。山に1枚ありますね。松井のリャンゾーが出ましたね。ああ、行きましたか。初トイトイ5200。知能らしい上がりですね。そうですね。いや、いい上がりだと思いますよ。はい、ニニサシシからソソポンシ3層切ったんですよね。多分ね。まあでも初めからね、そのいろんな手配の構想、しっかり考えてますからね。なんかがむしゃらに言ってるだけの人じゃないんでね。その人は絶対4勝もできないんで。なるほど。西坂さんの悪口を言うな。絶対、まあちょっと道場長のことやったんか。思いつく人がありすぎてどうなっちゃう。確かに対象者いっぱいいるな。そうなんですよね。ドラはローマンです。おや、ガチの。はい。今5200上がったチノニア4番が回ってまいりました。トンラスですね。松井氏、清水さんは何勝ですか。僕はチノさんの倍強いです。8勝って言われた。そういうことですね。わかりやすい。気分は8勝いいみたいな。ちょっとあの、もう変えて、ちょっとこの、ほんまに思んないんやけど。私のせいではない。ちょっと、誰ここに座らしたん。お、ちょっと、田村が中央子でいいですよ。ほんまちょっと、ミスにちゃんと見るから。はい。パーマン9万払いましょう。そう。ここダブルドイツなんですよね。今ドラ。9万って、チノですか。ん、いや、松井ですよ。あ、松井。あ、松井じゃない。山本、山本、パーマン9万。みんなパーマン9万があるんだ。誰が払うんだろう。知能のダブトン統一ですね。で、うん、ま、あと松井が引いたんですね、1枚。あ、まあ、松井は重ねたい人なのでなかなか出ないかもしれないですね。うん、が、あ、ここにも来たけど、ここはすぐここは出る。さあ、そのトンをポン、手配パンパンやからダブトンドラ1はいけそうなんで、そうですね、一応 5% を見て、はい、とか見てというか5800以下にはしないですね。そうです、以下じゃないな、なるほど、未満には。田村は打点を打った感じですか。田村は何を打った、スーピンを打ったんですね、はい、ここから。あっと、ちょっと裏めったか。ちょっとじゃなくて思い切り裏めりましたね。まあここでね、チュンのみはあまりいらないということだったんでしょうね。お、飛車点かな、知能。お、何引いた、引いた、引いた。これ、つもり3個、チューンのみではありますが。いやいや、早い早い。積もったら4000おるじゃないな。2003級。いや、2004000やな。2004かな。子供や。うん。知能が数万残しましたね。ドラがローマンだけに。うん。知能。飛車点。いた。まあまあ、想像がね、結構微妙な形でもあるんで、はい、これで11,600、はい、見えました、見えたりとか。にしよう。
形を決まりましたが、ただカンウーマンが超ネックですよね、これ。ポンしても出ないか。スーマンローマンが出るような。いや、山本がね、ないかな、ポツンとしてるんですよ。ウーマンがですね。ウーマンが。イーシャンテン、イッソチソが入れば出そうですね。出そうですね。あ、イーソン入って、これで多分出ますね。出て、チーして、ね、チーして、イーソー出て、いっぱい。ウパピン。はい。これ田村からしたらやめてくれよってなってますよね。今の地位で結構してもう一枚ドラ持ってますよね、今の地位の仕方で。持ってそうに見えますね。はい、はい。さあ、これはテンパイですね。一応でも、リャンマンは押しましたね、田村。リャンマン押したって言うのかな。あんまり当たらなさそうには見えますけど。チノの。そうですね、チノの仕掛けに対して。っていう感じですか。どう見るんだろう。あ、これで。いやー、また転売しました。知能にダブトンドラドラ11600。ちょっともったいないですね。ダマに構えたんだったら、はい、まあ、これ以上飲む筋はいかない方がいいかなと思うんですけどもね。やっぱ強気にリーチしとけば状況は変わってたかもしれない。いや、一緒です。一緒ですか。はい、一緒です。知能さん降りないですかね。いや、そうそうそう、あれ絶対降りないんで。そうじゃなくて、山本がリーチを選択しなかったということは、降りる選択肢を残したってことじゃないですか。だったら、ちょっともったいないなって。なるほど。そう、あの、テンパってたら全部いったらいいゲームじゃないからね。はい。ちょっと強気。強気というか、ちょっとあの、戦車に竹槍持って突っ込んじゃったみたいな感じですね。難しい。竹槍はポキッと。ポキッて折れた。そうですね。粉砕しましたね、竹は。うち、磯巻き待ちちゃったんですけどね、竹の。うわぁ、なるほどな。でも、いや、でもなるほどなんでしょ。知能か中出たみたいになってるよ、これ。大丈夫？よったげよ。いやー、ちょっと俺には無理やわ。この年になると、ダジャレが好きになるんです。いや、我々は同世代や。さあ、ドラマチーマンです。ローマンですかね。失礼しました。ドラマローマンです。引き続き、知能の親番です。広告はどうやって見る？広告はね、どっかから見れる。退場退場退場って書かれてますよ。ありがとうございます。ちょっと見てくれる人いるって嬉しいよね。もね、そうですね、現状。さあ、山本にファンパイのチューンが統一。そろそろ知能の親番を蹴りたいでしょうね。ここ押してもない、見れないんですよね。どこ押すんだろう。よし、すごいだな。やー、初、すみません見えない。すみません。はい。ここがダラフト会議みたいなもんやからね。ありがとうございます。あ、山本が着々とチュン仕掛けたかったけど、チュンないやないか。知能がもうイーシャンテンでしょ。うん。これね。お、次がイーシ、次もイーシャンテンですね。頭なしの両面両面イーシャンテンですね。イーシャンテン？ここドラカさんあったら最強ですよ。うん。おう、観覧像はいらない。はい、タイヤ王に決めましたね。なるほど。ちなみにシャンテン。いいよ。シャンテン、継続。これで6球満重なり。なるほど、ドラが、ドラの重なりが嬉しいと。そうですね。嬉しいし、はい、9万が結構よく見えてるんですよね、松井さんの目からね。山本第2打パワー1、はい、で、知能第1打チーマン。山にあるかなと。お、田村がウーパワー1のベタンで、積もれば2000残球。ドラが1枚。さあ、知能は展望を持ってるんですが、すぐテンパイ入ったらね、ある程度。かけますかね。いや、勝負してもいいと思いますけどね。ウパも4枚ですかね。ドラ表示牌が1枚なので山に4枚。うん。1万、2万ぐらい勝負するかな。まず1万も切れてない。いや、まあでも2万いかないんだったらもうシャーとかになるんでしょうけどね。一旦シャーっていうことですか。うん、うん、まあ、まだまだ全然戦う気はありますよ。はい。キューピンは筋。
パワーはまだいっぱいあります？物は誰も吸収してないはず。4枚のままですかね。さっき9枚がここに来た。そろそろテンパイ入らない。うん、GP 現物。忘れましたね。リーチツモタイヤを。ですかね。はい。ドライチ。ドライチか。リーチツモタイヤドライチ。23,900。おぉ。マンズドウェイやっぱりよく見えますよね。いや、すごいいいリーチだと思いますよ。がてて、はい、はい、表示範囲に馬あるとはいえね、うんうんうん。どっちかは引くやろうと。まあ、しかも打点が伴ってるんでね。あれでリーチのみだったらちょっと微妙かなとも思うんですけど。はい、今来たホイザンさん。ありがとうございます。いらっしゃい。たむたむと。ホイザンさんってなんか出ていくみたいな感じ見えるよね。なんか。一生懸命来たよみたいな ね、 そうですよね、はい、走ってきました。そう、はいはいはい、汗かいてる感が。なるほどね、はい、さあ何入いたしました。ドラマリアンマンです。田村の親番、うん、上下はっきり分かれちゃいましたね。お、何を仕掛けていきましたね、いきなり知能が。さあ点数を競ってる田村の親番流したいという感じでしょうか。手配はこんな感じ。なん、な、ナンバなんですよね。はい。乱入してますよね。今乱入しましたね。あ、でも、血の早そうですね、これは。そうですね。頭ができればもうすぐです。はい。いや、シャンって。山本はちょっと苦しいな。時間かかりそうですね。自配合わせちゃってますね、完全に。あ、アミさん、かわいい。気のせいです。ありがとうございます。広告は黄色く光るんだ。わかりやすい。なるほど、素晴らしい機能です。素晴らしい機能。どうやってみんな、どうやってみんな。めっちゃ嬉しい。もう私商店なんで、あの皆さん喋っといてください。何ですか商店。はい、夏井もちょっと苦しいか。さあ、まあ押しかけています。ちのこれで頭候補くっつきですかね。ヤンマンが右に行ったけどどういうリーパイなんやろうか。謎。まああのマンズを話した。そうですね、うんうんうん、なるほど。持ってないよっていうアピールになるんですかね。マンズの下もあのなんか上を泣いた時に下持ってないですよって見せたいんじゃないですか。なるほど。ロマンのウーパーマンを小さウーパーマンを小さ違うな、うん、細かい技術ですね。 おここで監視するのか。そっちのヤンマンを監視してロピン。さあミューのルールはカンドラはありません。ドラが4つ。あえてリャンマンをカンしないという手順はあるんですか。リャンマンカンしなくしない方、まあ、せずにつもぎる方がやっぱ打点を安く見えますよね、はい、うんうんうん、ただ親の田村にドラを下ろしたくなかったっていうこの方が大きいんじゃないですかね。なるほど。切り寄りを見せる。見せちゃうともうまず山本は止まりますよね。はい、松井もおそらく止まりそうですけど。さあ天杯、関数ピの天杯がありました。地のまだ町は変わりそうです。さあこれで天杯はしましたが、ウソとパーピンのシャンポンですが天杯取らず。うん、確かに行きづらい。現物の数層ですね。地のも9層。地のじゃないや、松井も9層。スピンって1関数ピン2枚ですか。とりあえずのスピンを2枚山にいますかね。松井はこれもシャン、うん、チートイツ、うん、さあどうしますか。選択シャンポンにしましたね。はい、間違え落としました。3ピンとローマンのシャンポン。これ田村はもう行かないんで、うんうんうん、まあ、パーピン2枚落としていく未来が見えますね。引っ掛けた。なるほど。ただ手からパーピンっていうのはどうなんでしょう。そうですね、上がりも逃しちゃいましたもんね、田村は。田村上がり逃した。パーピンでってこと。パーピンで多分逃したって言うんかな、それは。まあ、いけないですもんね。さあ、松井天杯ですね。ペンチーマン、イペッコ3は押しましたね。うん、とりあえず1枚は押す。ただこの後どうするかですよね。ヤンマンカンやし3万
サブローマン。さて、うん、G1 を打つのかな。はい、G1 を打ちましたね。現物の G1 を打って待ち替え。はい。パーワンとリャンピンのシャンポン。そうですね。欲はなくなりましたか。パーワン、ああ打たれた。あれミーチはいけない、ね。いけないです。無理するです。ウーピンはいける。ウーピン入り現物ですね。どこまで。というかこの次の無筋を松井がどうするかですね、はい、何かを切らないっていうこういうところで、はい、あのツアー選手の皆さん見といてほしいんですよ。わかりました。ちゃんとこの押し引きバランスね。ピンマイク、さっきあのぶち込んでましたけどチーソードーン言ってましたけど、さあこのチーピンが周りからどう見えるかですよね。まあ数ピンとのスライドがほぼほぼですよね。なるほど、しごろがあると。しごろがある、うん、そうですね、はい、そう見える以外はあるのかな。ピンズ待ちじゃないか。とりあえずピンズは押せると。いや、そうでもない。違いますね、スライドなんで違いますね。ピンズ待ちは、うん、全然ありますよ。ピンズ待ちまだある。これ下は全然ションポンがあるじゃないですか。あ、まあ、1、2、1、1はない。両ピン、3ピンなんか全然。ピン、ションパイですよ。しかもまや、スマ一応筋、最後のツモ番だったんですよね。そっか、ここで通せば、自分の、まあ、1500点もらえるのがほぼほぼ見えてる、はい、うん、おしどころと。松井さんはそういうところを押すイメージですね。天敗、ね、取りに行くイメージですね。さあ松井と千野の2人天敗。田村の矢が流れました。まあ田村はもうしょうがないでしょう。これは積もられてね、えらい打点、はい、とか4000点払うよりは全然 OK ですよ。1500点だったら、はい、35歳です。世界そんないった。もうそうやね、入った時32ぐらいだったよね。31かな。俺マジで、うん、僕も入った時25だったんですけどね。いったな。25が今38、まもなく9ですよ。そや、アラフォーやな。アラフォー、アラフォーや。頑張ってます、アラフォー。サドラは結果残してるんで。9ピンです。結果残してるんで大丈夫です。9ピンから行きました。松井、これね、なんとか、うん、なんとかしたいですね、この曲。はい、親番。とりあえず、3着目はすぐ見えてるんですけど、一発4000オール引けるとね、かなりもトップまでも近づくんですが。現状300点差とはいえ、ラスメ。ドラがチーピンでこの手牌ね、はい、松井はとりあえず何仕掛けてまず1500点を取りに行きそうですね、はい、うん、この手牌はそういう感じに終わらせそうかな。お、松井さん、これを泣くでしょう、うん、そうですね、松井が仕掛けて、はい、イーシャンテン、うん、染めちゃう。松井ですかね、染めちゃうは。違いますね、知能ですよね、はい、松井絶対染まらないですからね。すごい染めていかなかったね。30、50かかるわ。何色かもはっきりせへんね。知能は染めに行ってもいいと思いますよ。周りへのプレッシャーにもなりますしね。終盤になったらテンパった、うん、早い急走を使っていくっていう感じですかね。使っていく、まあまあ、親を流すっていう意味で切らない。あ、切らずに手配残してってこと。そうです。そう、うん、それまでにもう切っちゃいそうですけどね。さあ田村も仕掛けましたね。ハツをポンして、仕掛けてチュンポンして、これハクですね。この曲は流しに行きます、はい、ま、もう2人動いちゃうとね、沈んどけと。はい、あー、チューン泣かへんかったらハクが泣いてたね。泣くよね、泣くよね。でもはい、泣きます。泣くよね。はい、これで天敗サブローマン、はい、サブローマン松井からはまず出る。はい、ここでもう出た。あ、もう出ましたね。さあチュンのみ先天、ここはかわしに行くと。はい、染めません。あのチュンが出るまでにハック重なるとかがあればね、はい、あの全然急走とね、もちろん振り返りますし、はい、そう考えるともうベストなチューン打ち合ったんですかね。うん、そうかもしれないですね、うん、もしかしたら一陣遅れてたら打点かなり上がってますからね。そうですね。さあ山本の親番、ここで山本も加点したい。もうラス前早いな。そうですね、3曲となっております。加点したいね。さっきの1万1600やな、やっぱりここで頑張ってくれ。別に頑張らんでええけど
あの誰あの勝者のハイパイとつもって言ってたやつぐじゃぐじゃやん。いやいやファンパイのチューンが統一です。誰やったっけ。まあ、松井はもうこの半ちゃんは、うん、親番も落ちてあと2曲なんで、はい、もう3着狙いですね。なるほど。じゃあもうここは流していくとして、ハクはポンですか。松井はとりあえず、うん、オーラス迎えた時点で3着目に立っときたいんですよね、うん、はい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 、うん、次でね。そう、はい、ってことは1000点とりあえず1000点でも僕はあの僕はというか価値があると、うーん、松井は価値あると思ってると思うんですけどね、うん、お三面ちゃんができた、いいですね、ただ2着になろうと思ったら2000、4000、2回、マンツも2回なんですよ、うん、マンガンツも、うん、苦しいですね。まあ1回はマンガン出上がりでもいいのかな。そうですね、8000と、2000、4000で100点まくりますね。100点そうですね。おこれはいいのか。いいの来ましたが、これでもね、高め来て、メンタンピンツボなんですよね。高め高めで。6と、6とね、ローマンとサブローピンですね。じゃあ、あっさり1000点で終わることもある。あるかもしれないですね。行くのかな？行くと、かわされた時にラス目になっちゃうんですよ。でももうラス目やから、今。はい。さらにラス目行きそうじゃないですか。リーチどうなるんですか。いや多分行くでしょうね。山本突っ込んでくるんで多分行ってもいいと思いますが、あでもこれでもしかしたらポンするかもな。松井さん、あこれすごいな、ここなんとカンウアンを払わず場にマンズが安いと見たかな。松井以外は切ってますね。まあただ松井の捨て牌はちょっと気になるところではあるんですけどもね。ドラのチューンがここで田村から出ましたね。ハッチューンをポンした山本。カンウマのテンパイ入りましたね。山本親チューンドラさん、これはかなりいいんじゃないですか。これはよくは見えますね。うーん、ウーマンがまた3枚を払わなかったのも多分2人が自牌を絞ってるっていうので、はい、もうマンズを選んで勝負に行ったみたいな。あこれ両面ですね。両ウーマンの変化、はい、ウーマン3枚両マン1枚、ね、もうこのままの形で押しますね、はい、ここはマンズ待ち、別に田村がどこでやめるかですよね。カン3ワン引いた時に両ワン飛び出しちゃうんですけど、最終手だしローワンをどう見てるかですよね。なるほど。お松井がここで動いた。こういうのが怖いんですよね。松井さんしっかりかわしに来る。パーピンを入れる、入れるってないね。パーピンと入れ替える。はい、スライド。うちのワチャンタのイーシャンテンかな。田村もねここ上がっときたいんだな。ポンですね。カンパッソのテンパイ。へー、山本当然ナンは泣かないですよね。かわし、おー眩しい。あー積もっちゃった。やっぱり上引くよね、上引くよね。さあチュンドラさん3900オール、はい、これは嬉しい。3900です。田村がリャンシャンデンからチューン打ってるんですよね。まあ確かにそういうスタイルなんですけどね、はい、それを読んでの落としか。どうだろう。いやただあのドラ表示牌に初があったから初来ただけです。きっと嬉しいです。きっとというか絶対に。さあ3900オール上がりました。山本も引き続き親番です。何三曲その2。これ松井からすると何してくれとんねんですね。そうですね、あのあのチューンなんか切りやがって 第1だからむっちゃパンってくるやつですね。おそらくメンタル攻撃も入ってます。ドラはパーピンです。カンパーピン受けがありますが嬉しい水悲しい水って何ですか。あれ知らんの。なんか知らん。いやこの前のねめっちゃ面白いやん。あのリーグ戦ミューリーグの第5節かな、僕が配信で出てた時なんですけど、うん、もうとりあえずかわいそうだったんですよ。いつも通り、いつも通りね、いつも通りかわいそうなことになってて、ナチュラルシーミズが、いやそれでもなんかねすごい
ことになってましたよ。フレッシュのコメントとか。めっちゃおもろいこれ。いいな。10何個ぐらいある、15個ぐらいコメント並ぶうちの12、3個が、はい、僕の名前入ってましたから。人気者。あ、アメチキンさんありがとうございます。関西から全国制覇する最強雀士を育て上げる麻雀連合の虎の穴。ありがとうございます。ありがとうございます。すごい、みんななんかもうちょっと文章すごいな。ねえ。はい、アメチキンさんありがとうございます。アミさん可愛いわ、ちょっと、はい、ね、ありがとうございますなんでなんで、あ、また来ましたね、これは。お、広告マージャリンク事務局さん。マージャリンゴでは選手育成審査にあたり女性の点数を一律に引くことはしておりません、かっこ多分これ偉大のことかな、ね、はい、ちょっと中出さんには分からないかもしれませんけどガチで通りましたよ。なんと。いやでも通るでしょ。これはどうする？うん、ああそうだね。マンズでの2ブロック見てるんですよね。ピンズがね、ドラパーピンとはいえ35579でしょ。はい。そこからの2ブロックって結構、まあ、苦しいじゃないですか。はい。そこ1ブロックと。1ブロックも2ブロックもまだ見てますよ、もちろん。差し子だけは外さないっていう感じですかね。差し子は、まあ、もしくはカンパーピン、どちらを優先するかはね、ちょっと分かんないですけど、チートイツ現状ドラ持ってるわけではないんでね、はい、おっとパンパンです、血のパンパン血のパンです、血のパンバカにしてるよね4勝をしてない、してない、4勝バカにしたらあかんねん、0勝がただ血のさんもそういう節はある、血のパン、うん、血のっぴって言われてるぐらいなんで、パーマー、ちょっと噛み合わへんねんけど、この解説大丈夫さあ投げました、イースピンのリーチでスルーされた、うん、イースピンリーチやで、はい、イースピンいいですね、イースピンでリーチ打ったのは誰ですか、田村ですね、田村ですね、はい、リーチのみではありますが、2着を取りに行こうと、そうそう、一旦2着目にな、はい、まあ、2着目ではあったんですけども、うん、このイースピンは場を見る限りでは別にいいか悪いか分かんないですよね、イーピンがね結構3枚ともきますかね、1枚場に出てて3枚山、うん、あっさり積もりました ね、 まね、はい、リーチ積も500戦2色です、ね、2色です、はい、ああサクサク進み、はい、オーラスチヌの親番となりました、あでもねこの上がりかなりでかいですよ、うんうん、あ本当だ伏せれない、うん、23-3、26点差、2600で同点、はい、ゴッドでトップ、トップで松井は羽マン積もっても変わらない、あどう変わる、誰と誰と変わるの、15,400差ですよ、まあ、リーチボが出たら羽根つもで、うん、なんで3着、はい、松山も別に4着しょうがないんで、うん、加点しましょうか、そうですね、素、はい、点、まあ、ポイントちょっとでも少なくマイナスを、うんうんうん、ここであの他の人が上がってまたさらに自分のポイントが ね、はい、減らされてもしょうがないんで、まあ、まだ3回戦勝負のうちの1回戦ですから、はい、素直に点数を取りに行くと、まあ、3色狙ってる人がいた、山本ですか、うん、あって書いてある、ここか、松井か、松井3色ですね、あ確かに山本も3色っぽいですね、789ですか、松井789123三差し、これもうっかりね、うん、山本から8000が出るとこれは変わりますよね、はい、7700直は154は同点ですね、7700直で同点、8000直でまくり、うん、山本の条件は何点だ、3-73、7600点差トップまで、うん、はい、うん、7600点差、7700、うん、そうですね、親が知能なんで、ね、はい、1326でトップになります ね、 で
松井の手が思うように進まない、管理アンスを払う、ここがもう本一ですね。初ペイがなければ、それで OK ですよね、はい、初ペイ本一。ただ初松井の初の時どうだったの、多分あんま形変わってないよね。そうで持ってたらポン、チート今の見てかもしれないですね。名本チートイツ、イーシャンテンではあるんでね、はい、泣いちゃうとリャンリャンシャンテンになるんですけど、えイーシャンテンですね、泣いてイーシャンテンです。1枚目はする、あそっか、え泣いて2冊差しペースルーしましたね。いやこれね多分泣いた方が早いんですよ。名本チート言って打点あるけど、テンパんないんですよ、ね、そうですね、テンパんないんですよってテンパりにくい、そうですね、はい、テンパしにくい、テンパすることはするからね、うん、さあどうでしょう。2枚目はどちらも泣く感じですか、山本は。いやでもね、泣くんだったら多分1枚目泣いたらこの発動する、するするする、あもうチートイです、ね、チートイの方が確かに狙い、いや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 、テンパらへんからどちらも打たれてしまった、テンパると強いんだけどっていうやつですね。しかもスーワンがもう2枚飛んでるのかな、松井と知能が1枚ずつ打ってるん で、ね、スーワン切れましたね。何かと変えたいですね。あ、白と変える、白も2枚飛び、2枚切れですね。うーん、これちょっと審議ですね、はい、はい、この初スルーペースルーは審議です。お三式のイーシャンテンになりました、うん、三式のお貼った、リャンマン短期、リャンマン短期いいよ、リャンマン短期はいいですよ。これリャンマン全員いらないんじゃないですか、全員でそうですけど、全員そうですね、はい、リャンマンがあ、ここでテンパイ入りましたが、うん、カンパーマン、カンパーマンドラ表示入ってますか、リーチしますね、入りましたね、はい、カンパーマンのリーチが入りました。松井8000直撃で変わるじゃないですか。今3色ドライチなんで、うんうんうん、直撃しても5200が足りないんですよ。あ、このニャンワン、これね、知能。どうすんやろ。どうすんやろ、これはすごい。最終手出しは数万。これ2着順落ちますよ。それを。もう抜いて、そうじゃないですか、これ。ただ、松井のリーチに対して打てる範囲っていうのは何がある ?1、2、数万。ローソー。ほう、現物。現物。ここで田村がどうするか、レオンパスト、田村がレオンパストテンパイ、はい、山本はもう押しますね。さあこのリャンピンを見て知能が本格的にマンズと自敗を切らなくなって C をして違うか、せず背景の関係ですかね。背景はこのままいくと田村なんでね、仕掛けが入ってないんで、あれやったやろ、どうするんだろう、これは急走を打つんでしょう。松井ロスを打ってて自分の目から急走は3枚見えてますね。短期は当たる可能性あるけど、うん、山本の押しを見てるのと山本に急走短期があるのか考えてるのかな。捨て牌見るとチートイツっぽいんですけどね、うんうんうん、ちょっと細かい手出しあんまり見てないですが、スチソパソ振り点、なるほど、なんてうわパソ上がってましたよ、うわ今は現物、現物でここで一度ウワンを合わせる、ただこのまま終われば田村トップ、おお、すごい、素晴らしい、すごいバランス、持ち変えてたんですね、持ち変えてました、スモのみ400テンパで400、700ですかね、ドラ、ドラ、ごめんなさい、700、1300、はい、リーチ棒ついてまくった、はい、まくってますよ、リーチ棒つかなくてもまくった、そうですね、はい、さあ田村がトップですね、おプラス 9.4、 2着が、チーのプラス7、3着が、山本0 4着が松井、マイナス16.4、面白かった。いやどうなんでしょうね、やっぱりいろいろとちょっと思うところはあるんですけれども、はい、松井ちょっと苦しくなりましたね1回戦そうですね、2万点台のラストだったらね、はい、まだなんとでもなるんですけど、1万3000点結構なビハインドしちゃいますね。序盤の5800も聞きましたしね、うーん、
どうなんでしょうか。まあまあまあ、まだ1回戦ですからね。はい、1回戦は田村がトッププラス 21.4 ポイントで1回戦が終わっております。はい、はい、というわけで、2回戦の模様は CM の後放送いたします。しばらくこちらをご覧になってお待ちください。